今からモノレールに乗るよ。やった、お城見えてる？見えてる。うん、あ、出発したよ。うん、お城が近づいてきてるよ。うん、楽しみだね。うん、高っ。僕怖くない？うん、もう着くよ。パパ怖くないですか？怖くないよ、大丈夫だ。本当はちょっと怖いね。そう、バレたか。もう少しだ。到着したよ。わあ、着いた。楽しかったですか？楽しかった。皆さん、ごきげんよう。今日は太陽公園で遊びます。はい、今からトリックアートに行くよ。はい。姫ちゃん、後ろ見て。お城だね。シンデレラ城の元となったお城、ドイツのお城があるんだけど、うん、そこをイメージして作られたんだって。へえ、めっちゃでっかい。うん、30メーターかな。もっとだよ。じゃあトリックアート探しましょう。うん、え、トリックアートってこれどこ？そう、わかんないから探そう。どっちがいいんですか？あ、本当だ、入り口って書いてあるよ。本当だ、オープンナイス。リアクションアート、君のリアクションを見せてくれ。1番、こんなポーズをしてね。わー、骸骨だー。骸骨と一緒にソファーに座っちゃった。わー、骸骨だー。骸骨と一緒に座ってるよ。姫ちゃんも骸骨と一緒に座ったよ。2番、こんなポーズをしてね。わー、わー、重い、重い、パパ助けて。よし、任せろ。よし、よし、よし、お頼み作るが必要か。よし、奥、これでどうだ。あ、よいしょ。あ、奥、ちょっと待って、助けを呼んできて。やばいよ、助けを呼んできて。奥、ちょっと待って。パパ頑張ってね。ウヒ。3番、こんなポーズをしてね。うわー、魚に食べられる。逃げるんだ。逃げろ。え？ちょっと待って、ちょっと待って。助けを呼んできて。ああ。ありがとう、感謝するよ。ねえ、なんかピンク色の誰かが顔出してるよ。その様子をじっと見てるね。4番、こんなポーズをしてね。シャボン玉の中に入ったよ。楽しい。バイバイ。ひめちゃん待って、ひめちゃん待って。ふぅー、ふぅー。ふぅー、おんくんがシャボン玉割ったよ。入っちゃった、おまえ。横になればいいんじゃない？よいしょっと。パパはみ出てるから。あ、そうそう、いいね。あ、ダメダメ。ちょっと待って、いいよ、助けて。そのままキープ。おお、シャボン玉の中に入った。すごい虹色だ。パパもなんとか入れたよ。おお。じゃあパパそのまま、さよなら。いや、助けて助けて。大きな、これ何？あー、サーベルタイガーだ。あー、姫ちゃんが飛んでるからよ。
誰が助けてくれるんですか。誰も助けれません。助けてー。やっ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 、ありがとう。シェパード錯視？左右の平行四辺形は同じであるが、左の方が細長く見える。え、そうでしょ、うん、左の方が絶対細長いよね。うん、実際に指でやってみて。はい、この辺いくよ。うん、こことこうだよね。そのままだよ、そのまま指。お、ええ、一緒。こっちはいくよ、こうだよね。それがこう。え、一緒？同じ。すごい。絶対左の方が細長く見えてた。うん、不思議、不思議。ヘルマン格子錯視、白の交差点部分が黒く見えるよ。なんかここに影がある。この交差してるところ、見える見える、黒い点がある。だけど本当はないみたいよ。え、錯覚？不思議だね。うん、ウェイトマッサロ錯視、上下の長方形は同じ形で同じ大きさであるが、上の方が横に短く縦に厚いように見える。え、これ同じ形？下が全然違うように見えるけど、うん、細長いでしょ。うん、じゃあパパの指で実際に測ってみましょう。はい、このままスーッと、えっ、スーッと、えっ。7番、こんなポーズをとってね。わー、スカートをお父さんに引っ張られてる。わー、他の動物さんたちも見てるよ。ゾウさん、姫ちゃんのスカート引っ張らないで。あら、一番左の人たち何話してるんだろう。8番、こんなポーズをとってね。2人とも頑張って。痛いに生きられた。パパ、男なんだから頑張って戦って。よし、パパ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 、ちょっと待って、またパパ、2対1になったよ。ミュラーリア錯視、まさかこれも同じ長さ。パパやってみて、指で。こうだよね。そのままスーッと、スーッと、一緒。ゆうちゃんの手が見えるよ。パークも見えた。9番、こんなポーズをとってね。パークンがそんな高いところに登っちゃった。危ないよ。それで屋根を降りてきて。よし、奥君、この屋根を走ってジャンプするんだ。奥君ならできる。頑張れ。行くよ、せーの。すごい。パパもやってみて。はい、ずっと。15。二人ともよくできたね。10番、こんなポーズをとってね。さあ、名作の中に。おくん上手。近いだ。さあ、パパも入ってみよう。シュッと、こんな感じかな。うん、いいよ、絵の中入ってるよ。さあ、姫ちゃんも入ってみよう。はい、さあ、作業してください。ありがとう。神殿の間、ポー君、騎士がいるよ。うん、鎧だよ。うん、ポー君初めて見た。じゃあ、ポー君一緒に写真撮ろう。うん、いくよ。はい、ポーズ。こんな感じなんだ、長いね。展望室があるよ。わあ、すごい景色、いいよ。なんだよ、
城の展望室です。あーい王子様になった気分、うん、姫ちゃんもお姫様になった気分で手振ってみて。ごきげんよう。ごきげんよう。姫ちゃんプリンセスはこっち向き、オーク王子は向こう向きに手振ってたよ。山の上だね。うん、木がいっぱい見える。王座の間。あーすごい。あ、声が響く。素敵。やったー。わーすごい。王様の椅子だ。王様だ。行ってもいいみたいだよ。じゃあ一人ずつ写真撮ろっか。王様になった気分はどうですか。気分いいですか。はい、あったかい。あったかいんだ。じゃあ写真撮るよ。はい、ポーズ。パシャ。オーク王でした。はい、次は姫ちゃん女王だよ。はい、女王様。はい、女王様気分はどうですか。すごい気持ちいいです。じゃあ写真撮りますよ。はい、はい、ポーズ。カシャ。最後はパパ王だよ。パパ王上見てください。すごい高いところにシャンデリアがあります。おお、綺麗だ。それでは写真を撮りますよ。はい、ポーズ。カシャ。11番、こんなポーズを撮ってね。おお、危ない。下なんかマグマ。マグマだね。しかも毒が入ってそうなマグマですよ。マグマスチック。オー君こっちに渡ってきて。気をつけてよ。なんとか来れた。次は姫ちゃん。はい、姫ちゃん気をつけて。わかるよ。この板さ、体重制限あるかな。あ、あるかも。バキって急に折れるかも。もうなんか靴はみ出てるし。こう、うん、大丈夫。あ、大丈夫よ。しっかりとね、メインとね。一回落ちてみて、パパ。いやいや、落ちてみておかしいでしょ、それ。よし、よし、よし、よいしょ。おー、はい、クリア。ねえ、落ちたらどんな風になったんだろう。うん、姫ちゃん行くんだ。え、パパでしょ。よし、姫ちゃん、トーク応援を頼むぞ。押すなよ、押すなよ。頑張って。絶対に押すなよ。撮ってね。オー君、それどこに乗ってるの。え、なんかドラゴンが来てない。手のひらの上に乗ってるのかな。そこ動かないでよ。そこ動いたら床が穴だよ。わー、姫ちゃん大丈夫。下が何もないよ。そこらしい。絶対動かないでよ、うん、あ、ドラゴンさんが助けに来てくれてるんじゃない。撮ってね。オー君が天井にくっついてるよ。オー君大丈夫？実は、こうなっていました。はい。14番、こんなポーズを撮ってね。オー君、後ろに骸骨の騎士？来てるよ。
セーフだったね。姫ちゃん、後ろに迫ってきてるから。15番、こんなポーズをとってね。うわ、オークンが空飛んでるよ。わー、楽しい。オークン、下見てみて。全然嬉しい。ほんと、オークンが空飛べるようになっちゃった。キスいいよ、高いよ。ひめちゃんも空飛んじゃってるよ。楽しい。夢が叶ってよかったね。やった。16番、こんなポーズをとってね。あー、助けて、ダイヤ、ダイヤ、ちっちゃいダイヤを助けて。わー、オウくんが UFO の中に。宇宙人に刺されちゃうよ。大丈夫だよ。パパ眠いから吸い込まれない。そうみたい。誰かに送らねえ。17番、こんなポーズをとってね。僕危ない、助けて。よし、僕よし、よし、よし、つまれ、せーの、よしよー。すごい螺旋階段だね。あー、落ちる。下見てみて。早く助けに来て。無理です。くそ、こうなったら自力で。よいしょ、ガシッと。よいしょ、あー、もうダメだ。手が離れちゃう。あー、誰か捨てて、落ちる。よいしょ、とってね。おー、姫ちゃんがでっかくなっちゃった。おー、パパめっちゃちっちゃいじゃん。手でつまめそうだね。19番、こんなポーズをとってて。オウくんがキリンさんに食べられちゃいそう。ねえ、オウくん、仲良しになったらどう？よかった、食べられなかったよ。今度は姫ちゃんがキリンの餌に。あー、私は食べても美味しくありません。食べないで。あー、20番、こんなポーズをとってね。オウくん、下マグマじゃない？何？何か動物いるよ。ワニじゃないの？オウくん、足上げて、食べられちゃう。下にワニがいる。パパ顔が、ね、しかも細くなってる。おー、これでどうだ。助けて。おー、助けてー。あー、顔が消えちゃう。ママ足上げないと。あー、おいしょー。これでどうだ。顔がないんだけど。これでどうだ。すごい綺麗。あ、でも今太ってる。あ、すごい痩せた。
ウエスト20センチぐらいじゃない大丈夫か。あー消えちゃう。あーひめちゃん、あーびっくりした。ひめちゃん双子だ。イエーイ。今日は太陽公園で遊びました。はい、またね。バイバイ。あーくんどこだ。おーくんはどこにいるかな。みんな、わかったかな。それでは皆さん、ごきげんよう。